お世話になります、ヒトリーでございます。ポケモン第4世代のプラチナのパッケージデザインをご覧ください。これを見ると何かしたくなりませんか？そう、それは無双ですよね。このいかにも強そうなギラティナなら無双できんじゃねと思うのは人の差がでしょう。しかも私はちょうど最近新都遺跡イベントで新鮮な生きのいいレベル1ギラティナの仕入れができたんです。一度無双のことを思ってしまうと眠れなくなりますよね。そんな眠れない方のために今回は新都遺跡さんレベル1ギラティナでプラチナのストーリーは無双できるのか検証していきたいと思います。ルールは最初に交換できるところまで普通にストーリーを進めます。その後あらかじめ新都遺跡イベントで手に入れたレベル1のギラティナを交換し、ここから基本1体でストーリーを進めます。なお秘伝要因はありですが、戦闘に出すことになったらゲームオーバーとします。その他細かいルールは概要欄をご覧いただければ幸いです。はい、じゃあマサゴタウンまで来ましたので交換していきましょう。はい、ウェルカム。はい、我らがムソティナ送られてきました、登場です。はい、じゃあムソティナどんな個体かというとレベル1でございまして、でこれ新都遺跡じゃなくて遠い場所でね出会ったっていうことになっちゃうんで、まあそれ残念ですけど、で特性プレッシャーでございまして、これ微妙っすね。本当は持ち物白金玉持ってれば多分特性浮遊だと思うんですけど、あの持ち物はこっちに持ってこれないということで、持ち物なしで、つまりこのフォルムだけで行かなくてはならないってことですね。私あっちのがフォルムかっこいいから好きなんですけどね。まあそれはしゃあないっすね。で技は竜の息吹、怖い顔でございます。ちなみに竜の息吹の威力は60でございますと。よし、まずは育てていきましょう。これどんぐらい食らうかな。竜の息吹いけ。あ、鳴き声やられても大丈夫じゃね、これ特殊攻撃だからね。いや全然食らわないじゃん、マジか。オッケー、いいね、麻痺した。オッケー、我慢は意味ない、倒していく。オッケー、ありがとう、余裕っすね。オッケー、レベル上がってく。あ、多めに経験値もらえるってことですね。あれ交換してもらったからかな多分。お、一気に3レベルまでいくか。6レベルぐらいまで上げましょう。どんぐらい食らうかな。おー、すげえ、こんだけ食らうんだ。体当たり効果がないということでね、すげえなこれ。普通にもうちょい育てましょう。よし、余裕、牛行こう。はい、効果ない、ラッキー、マジか。オッケー、竜の息吹で倒していく、いくぜ。オッケー、余裕、もうちょい行く。ちょっとこれ PP だけ怖いな、ただ倒していく。もし、もうちょっとだね、一発で倒せんだ、やば。もうちょい行こう。はい、一発で倒していく。オッケー、もうちょい、おっしゃー、余裕。おし、6レベルになりましたね。これで先行きましょう。初めて最初の育てるところで1も食らってないですね。これ完全無双できますね。オッケー、最初のトレーナー勝負していくぜ。プレッシャー放ってる。このプレッシャーえげつないだろうな、最初からこんな伝説出されて。オッケー、麻痺していく。これプレッシャーで麻痺ってるだろ、はっきり言って。倒していく、余裕。ライバルか、勝負しようぜ。うわぁ、何暴れてんだよ、怒りざるかお前。余裕で倒していく。余裕すぎる、マジ。まだここまで無傷だよ、1も食らってない。これ完全無双だわ、本当に。よし、行こう。よし、怪しい風覚えた。なんじゃそりゃ、レベル10で初めてようやく覚えましたね、技。現地化とほぼ同じような効果のゴースト版みたいな感じってことですね。おっしゃ、行くぜ。あ、そっぽ向いた、やべえ、マジか、こんな針か。しかもこれ初めてダメージ食らいましたね、ここで。え、命令無視した、なんで、マジかよ。おい、質部隊の素早さガクッと下げても何の意味もねえだろ。マジか、命令無視した、怪しい風、マジ。なんで急にジムになったら命令無視してくんの。命令無視した、追い打ち。ちょっと待って、じゃあここで竜の息吹当てろ。オッケー、よかった、危ねえ。竜の息吹当たっていく、頼む、変な技やんな、岩落とし、ちょっと耐えろ。オッケー、4しか食らわない、ちゃんとありがとう。無双できなかったわ、まさかこんな無双に対しての壁が命令効かないとかそういう感じだとは思わなかったな。おい、おっちゃんいじめてんじゃねえよ。はい、余裕で一発、おっしゃ、余裕、勝負しましょう。オッケー、ナイス、あぶねえ、超ギリギリ、マジかよ。あ、原始の力覚えた。おい、だって1個覚えてんだろお前、怪しい風っつー現地化のやつを。おいよ、まあ言うこと聞かなくてもね、こいつはタイプ的に全然余裕っすね。オッケー、怪しい風、おい怠けたよ、やべえ、自分攻撃した、マジかよ、こんなことあんのかよ。うわー、マジか、全部攻撃してね、やべえ、どんどん回復される。おい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 、きついってそれは。ようやく攻撃してくれた。え、宿り木まだ効くの。あー、もう最悪、負けた、もう全部攻撃してくれなくて、やべえ、やめて。おい、宿り木きついって、無理だって。うわー、もう勝てねえ、マジか、宿り木強すぎ。おし、怪しい風やってくれた、攻撃上がった、ナイスナイス、これでいけんじゃね、怪しい風いけ。あ、オッケー、2段階上がった、これでいけるっしょ。やばい、ヤドリギやられてる。おい、怠けんなよ。はあ、また負けた。いやー、ヤドリギもう無理、終わった。いやー、言うこと聞いてくれよ、もう勝てねえ、ダメだ、言うこと聞いてくれ、勝てねえ。オッケー、オッケー、きた、
ヤドリギやってこなくて、来た。しかもここ攻撃2段階上がってるし、ヤドリギさえなければもう絶対勝てる。当ててくれた、ようやく倒した。でここでようやく30レベルまでしか言うこと聞かないから、ちょっとレベル上げすぎちゃったらきついな。この後ジュピターね。うわ、麻痺のまま切っちまった。おっきい、ギリ辻切りきつ。ちょっと待って待って待って、麻痺んないと負け。オッケー、麻痺ギリ、超ギリ。これ相手麻痺んなかったら負けてたね。最悪、このギミックきつい。ようやく到着しましたね。30レベルで言うことを聞かなくなるから、途中で言うこと聞かなくなりそうだけど、頑張っていきましょう。よし、余裕。よし、なんとか倒せた。やべえ、レベル上がっちまった。30レベルになったら多分言うこと聞かないんじゃないの。あー、でもドラゴンクロー忘れさせる。言うこと聞くか。30レベルまでだからオッケーか、こいつは。はい、余裕。31になったら無理ってことかな。いや、お前とまた勝負すんの。この試合の最中に言うこと聞かなくなりそうですね。あ、威嚇食らわないのがラッキーだな。食らうけど、まあ特殊攻撃やれば、ね、大丈夫ですから。うし一発だね。うし一発。うし弱。つうか HP がやべえ、マジで。うわー、言うこと聞かなくなった。オッケーオッケー、危ねえ。こいつ特攻高いんで電撃波を覚えさせておきましょう。うわ、ギミックめっちゃ変わってんな。うわ、昼寝した、マジかよ。よっしゃ、言うこと聞かない状態ですけど行きましょう。一発かな。オッケー、ナイス。余裕じゃないけど倒した。あ、レベル50までなら素直に言うことを聞いてくれるということで、かなり幅広がりましたね。え、戦うの。電撃波で撃破、電撃波で撃破。余裕。はい、どうもお疲れさん。よし、戦う。シャドウダイブ？なんじゃそりゃ。シャドウダイブどうだろう。シャドウダイブやめておくか。おっしゃ、ここ電撃波覚えたからいけるだろしょ。いや、お前絶対格闘タイプだろ。電撃波で撃破していく。電撃波で口を開いたフローゼルを撃破していく。こいつだけシンプルに竜の息吹で撃破していく。どこ？なんじゃこれ。初めて見たこのイベント。初めて引っ込めてきた。マジか。雑魚敵がポケモン入れ替えるなんて。あ、こいつ戦うのね。はい、一撃。はい、一撃。はい、電撃波で撃破。おい、またお前と戦うの。あ、回復するの忘れた。やべえ。はい、電撃波で撃破。お前顔怖いから電撃波で撃破。おっし、余裕で倒せんね、マジで。おっしゃ、余裕。やっぱり多めで経験値もらってるから、レベル差も結構すごくなっちゃってますね。はい、余裕で勝利。おっし、ここで気合玉買いましょう。え、覚えらんないの？マジか。やっと来た、ここまで。はい、オッケー。火炎放射見つけた。これ覚えさせていきましょう。え、覚えらんないの？マジ？おっしゃ、言うこと聞く。ラインギリギリで到着しましたね。危ねえ。オッケー、倒していく。オッケー、急所ラッキー。よし、50レベルになった。回復封じいらねえよそんなん。よし、めっちゃ PP 使ったわ。超硬かった。あ、70レベルまでなら言うこと聞くということでね、もう大丈夫ですね。気にしなくて。レベルはラスターカロンも覚えらんないんだ。ギラティナ意外と覚えらんないな、技。うわ、また怒号来た。これダイパでなかったっしょ、この映像みたいの。ぶっ潰すぜお前。はい、電撃波で撃破。はい、余裕。はい、余裕。もし行くぞ。はい、電撃波で撃破。よし、電撃波で撃破。ブニャッと倒す。あれ、こんなとこあったっけ。ダイパじゃなかったよな。苦手なタイプですけど行きましょう。はい、オッケー、倒す。はい、一撃。よし、難なく倒す。水の波動なんで氷技やってこないの。やばいでしょあんた。いや、つうかこっちのレベルが高すぎて無双できてるわ。この博士カードキーの代わりに打ってだけ。ただなんだよあれ、こういうのあった。すごい面白いねこれ。気持ち悪い、銀河団いっぱいいて。すげえ、こんな暗いとこで何してんの。ぶっ潰すよ。はい、一発。はい、電撃波で撃破。なんでボスと戦った後に幹部と戦うの。はい、電撃波で撃破。よし、余裕。息吹で殺す。よし、戦おう。大地の力レベル60で覚えんだそんなの。普通に強いけど、まあ、原子の力かな、いらないのは。ライバルちゃんサンキュー。おっし、倒した。電撃波で撃破。オッケー。おっしゃ、余裕。はい、大地下で一発。はい、サンキュー、倒してくれてありがとう。炎の渦が出てきたね。2つの弾が出てきて、表示がすごくなってる。変な感じになってる。ダイヤモンドとかと全然違う。しかも下の部分も光ってるし、やば。マジかよ、下画面すご。こんな立体的になってる。うわー、すげえすげえ。真っ黒クロスケじゃん。いや、これ登場シーン史上最高にかっこいいでしょ。あ、入ってくの中に。え、マジか、全然ちげえな。うわー、立体的じゃん、やば、すげえ。これ何、映像表現がプラチナになって異常すぎるでしょ、やば。うわー、なんじゃこりゃ、すご。こんな角度で滝登り。滝登り使ってないけどできんだ。オッケー、シロナちゃんいるんだったら倒してくれよあいつ。おっ、勝負か。はい、第一下で一発。オッケー、なんとか倒した。オッケー、電撃波で撃破、電撃波で撃破、電撃波で撃破。ありがとう、回復。シロナ回復してくれんじゃなくて、それだったら戦ってさ、あいつ倒してくれよっつう話なんですよね。いや、プラチナの演出史上最高じゃねこれ。ちょっとこのデザインちょっとダサいけどね。ゴギガガガギゴ。
うわすげえ、上から降りてくんだ。もう捕まえたマークあるっていうね、すでにこれやばいでしょ。はい、こっちの方がさすがに強いんですよ。ありがとうございました。黙れ、もともとジムにいろってお前。よし戦おう。スピーダーなんか使ってきやがった、初めて。すげえ、このジムだけギミック一緒じゃない。おい座ってんじゃねえよ。よっしゃ一発、第一課で一発、第一課で一発。はい、第一課で全員一発です。あれ、こんな入り口大きかったっけ。ダイパーではもっとちっちゃかったでしょ。うわ最後呪いで死にやがった。まさに呪いじゃんこれ。いや出口もめっちゃでかい。あ、こん中も全然デザイン変わってるんだ、すげえ。今めっちゃ強くなってもう69というエッチなレベルでいきたいと思います。この段階で来んのかよ。電撃波で撃破、お前の口にねじ込んだ電撃波で撃破。はい余裕、雑魚いな。はい第一課で一発、つーかレベル差やば。はい70レベル、なんか覚えるでしょ。切り裂く？おい今頃切り裂くかよいらね、70レベルで切り裂くとか終わってんだろそんな。はいオッケー、余裕、行くぜ。よし行くぜ。はい電撃波で撃破、第一課で一発。おっしゃなんとか倒す。はいグッバイ、 B クイーンだかメイクイーンだか知らんが、バイバイ。おっしゃ行こう。よし余裕、はい余裕。あーよかった倒せて。おっしゃー、おし倒せた。今岩石横を持つだからちょっと変えます、鋭い爪に変えましょう。おしオッケー、一発で落とせた。はいオッケー倒した。お前が御三家出しちゃったらライバルが浮かばれねえわね。一発、うわ撃たれた。発見登場。あ倒せましたね、急所だ。ぶっ潰そう。エスパータイプは全部ゴーストタイプ技でいけますね。いやこいつら全員怪しい風吹いとけば勝てるわ。ラッキー、一発。はいオッケー、一個しかない PP マックス使っちゃいましょう。行くぜ白名さん、私と戦ってくださいよ。頼みます。オッケー行こう。いや緊張するな、ここは。やっぱガブリアスだけがちょっと怖いっすね。まあ、とりあえずこいつを楽しんでいきましょう。いや綺麗な女性だな本当に。あミカルゲか、そっかそっかそっか。こいつは戦ったことありますから一応。あーこいつは何も効果抜群はないですから、どうしようかなこれ。まあ、とりあえず竜の息吹適当に打っとこっか。何来るか分かんないけど、ゴースト技来たら結構きつい。おーいい感じの、やった。大丈夫かこれ、大丈夫。オッケーオッケー、いいねいいね、ちょうどいい入り方だったね。竜の息吹、相手に回復されない程度のダメージを与えて2回で倒していく、ありがとうっていう感じですね。はいナイス。ここでガブリアス来た、もう早速ちょっと怖いわガブちゃんは。竜の息吹息吹いてこう。まず息吹いてどんぐらい入るか。いやこれ一発でいけないよな絶対。いける、ワンチャンいけ、いけねえか。あでもいい感じで回復してくれた。これだったらいける。ドラゴンダイブ死ぬな、これ死ななかったらいける。死なないでしょさすがに。え死ぬ、待って待って待って、危な危な。これ竜のいぶいて2発目いぶいていって、これで倒せるはず。オッケー、こいつの関門乗り切ればいけんじゃねえ。あとは第一か。はいグッドバイですね。ただこのミロカロってきたのはちゃんと電撃波用意しておりますから、電撃波で撃破していきましょう。はいこれでどこまで削れる、半分いかない、マジか。ミラーコートはやばい、えちょガチきついわこれ。オッケー、あぶねえ怖え。オッケー倒していく、余裕、電撃波で撃破していく。オッケー勝利、よかった。よしこれは嬉しいね普通に。 PP マックス1回しか使えない状況で1回で勝ちました、ありがとう。プレイ時間9時間27分でムソティナでクリアだぜ。はいということで検証結果、新都遺跡さんレベル1ギラティナでプラチナのストーリーは無双できるでした。序盤は交換したポケモンだったため言うことを聞かなく、時間はかかる上にちょっと運が悪いと死にかけてしまい、かなり厳しかったです。まさかタイプ的にも相性のいい草タイプというより宿り木に負けるとは全くの想定外でした。ただ後半になると交換のレベル制限が緩まり、ギラティナ自身の優秀さのおかげももちろんありますが、それよりも交換したポケモンが故に経験値を多くもらえて、レベル的に強くほぼレベルで無双できました。結局レベル高ければ相性関係なく強いんだと実感しましたね。あと今回思ったのは、宿り際無双技。